皆さんこんにちは、太陽です。今日はですね、自転車通販のリスクについて紹介したいと思います。まあ自転車の通販、普通の一般のお店に行くのが最近ちょっと難しいというか、まあ、ちょっとお店とかでもその入場制限が設けられてたりとか、その外出自粛とかでなかなか自転車に行けなかったりする人もいると思うんですよね。そういう場合に、まあ、自転車はその昔に比べると結構通信販売がもう今いろんなものが通信販売で買えるじゃないですか。その通販でインターネットでそのポチってクリックしたら次の日には届くみたいな。自転車でも普通にアマゾンでも買えますし、楽天とかでもポチればうちに自転車が届いたりするじゃないですか。なんでわざわざもうお店に行かなくても自転車を買えるっていう時代にはなってきてると思うんですけども、まあ言うても、まあ通信販売やめた方がいいよっていう人もいれば、いや通信販売安いからいいじゃないっていう人もいると思うんですよ。で、まあやっぱり両方にまあメリットとデメリットがあるので、それを今回紹介したいなと思います。僕は正直どっちがいいとかそういうのは言いません。人によってその通信販売がいい人もいれば、そのお店で買った方がいい人もいるので、それをまあ人によりけりなので、まあ自分はどっちなのかなっていうのを考えながら聞いていただけると分かるかなと思います。あくまでその双方のまあメリットデメリットを理解しておけば、まあ自分がどっちで買えばいいのかっていうのが分かると思うので、それでは早速行ってみましょう。はい、まず通信販売のメリットなんですけど、とにかく安いです。自転車屋さんでもその 10% オフで買いたいとかするんですけど、通信販売だともう 10% どころか 20% 30% オフ、場合によってはなんか 50% オフとかでも普通に売ってたりするんですよね。なのでお店で買うよりも圧倒的に安く買えるのが通信販売のメリットでもあります。で、あとお店にわざわざ行く必要がないので、時間短縮になるんですよ。普通に自転車買おうと思うと、まあ、自転車屋さんまで行って、でそこで自転車を見て、でそれでどれか選んで、で、まあ、調整してもらって、そこで買って、で帰ってくる必要があるんですけども、結構時間かかるんですよね。なんだかんだでいろいろ手続きとかもしなきゃいけないし、その買った自転車を持って帰らなきゃいけないので、まあ、乗って帰らなきゃいけないので、やっぱり時間がどうしてもかかっちゃうっていうのもあるので、まあ、そういうのが通信販売ではまあない。そのインターネット上でポチってクリックしたら、まあ数日後に届くので、まあ時間のない人にはおすすめかなとは思うんですけれども、まあそうですね、時間が短縮できる、それがまあメリットです。まあ値段が安くて、その時間がかからない、まあ、これがとにかく通信販売最大のメリットかなっていう。あとはそうですね、自転車屋さんだとその自転車、まあ例えばその売ってるものの中で選ばなきゃいけないので、そのある程度その在庫が今お店にあるものの中で決めなきゃいけないと思うんですけれども、まあ、わざわざ自転車屋さん、まあはしごする人は別ですけど、その自転車屋さんに置いてあるそのラインナップの中から選ぶ必要があるんですけども、通信販売ってまあ在庫が例えばその東京にあるやつとか大阪にあるやつとかいろんなところの在庫が全部一つのサイトに集約されているので、その中から選べるんで、やっぱり選ぶ選択肢の幅はやっぱ多いわけですよね。それがやっぱ通信販売のメリットかなっていう。だからもうそのどれにしようかっていうのもぴったりの自社が見つかるのが可能性が高いのはやっぱり通信販売かなと思いますね。なのでまあこの3つのメリットがありますね。安く買える、時間がかからない、そして選択肢が多い、これがまあ通信販売のメリットになるんですよ。でまあやっぱりこれを考えてやっぱ通信販売いいじゃないって思うじゃないですか。ただ通信販売にはもちろんデメリットもありまして、それをまあ今回紹介したいと思います。通信販売のデメリットなんですけれども、まず自転車がまあ送られてくるので、まあ普通に考えたらその完成車で送ってくる、ね、業者さんがすごい少ないですね。だいたい半完成って言って、そのハンドルがちょっと曲げてあったりとか、そのシートポストが抜いてあったりとか、場合によっては前輪が外れてたりとか、結構そういうまあある程度は作ってあるんですけども、最後の最後でそのペダルをつけたりとか、そう自分で組み立てをする必要があるんですよ。ある程度いじったことがない人が通信販売で買ってしまうと、結局組み立てることができずにお店に持っていくことになるっていう、そうするとまあ意味ないわけですよ。せっかく通信販売で買って時間短縮したのに、その組み立てができない自転車をわざわざお店に担いで持ってかなきゃいけないっていう、そういう事態になりかねないっていう。あとはまあ一番最大のリスクとして、やっぱり自分で組み立てたやつがその調整がちゃんとできてなくて、それでまあ自転車がその壊れてしまったり事故を起こしてしまうっていうのがまあ一番怖いかなとは思いますね。まあこれもやっぱりお店にもよるんですけども、ちゃんと完成した状態で送ってくる業者さんもあるんですけども、正直少ないかなっていう。
自転車ってどうしてもあの結構かさばる荷物なので、やっぱりある程度パーツを外したりとか、そのハンドルをこう曲げてやったりとかしないと送料が高くなるんですよね。まあ、送料って言っちゃったそう、送料がまあかかる場合、大体完成車で送料完全に完成した状態でそのかかる送料が結構高いです。多分地域によって1万円を超えることもあるので、だからまあ組み立てた状態で送られてくるから少ないので、まあ、自分で組み立てる必要があるっていうのが一つ目で、二つ目なんですけれども、なんだっけ、ちょっとカンペ、あれです、防犯登録をする必要がある。まあ防犯登録を例えば通販の方でやってくれる業者さんもあるんですけれども、例えばその自分の住んでいる都道府県とその通信販売でその販売しているお店の都道府県が違ったりすると、その都道府県変わっちゃうんですよ。例えばその自分が例えば東京都に住んでるのに、そのお店自転車屋さんが埼玉県にあったら、その埼玉県の防犯登録になっちゃうんですよ。で基本的に防犯登録っていうのはその自分が住んでる地域の防犯登録じゃなきゃいけないので、その県とかがまたいじゃうとあんまりよろしくないので、だいたいやってくれるメーカーは少ないかな。まあ、プラスいくらでやってくれるところもあるとは思うんですけど、結局自分で防犯登録しに行かなきゃいけないので、結局自転車しに行かなきゃいけないんですよ。で、あと通販で買った自転車をその防犯登録もしてくれるお店も、まあ正直お店によってあったりなかったりするんですよ。サイクルベース朝日さんとかでやってくれるんですけれども、普通の個人でやってるお店とかだと普通にやってくれなかったりするので、防犯登録するのにもしかしたら大変な思いをするかもしれません。一応防犯登録も義務なので皆さんちゃんとやりましょう。まあ、防犯登録してないで、例えばおまわりさんにちょっと補導されて、その自転車をチェックされて防犯登録しちゃったりすると、ちょっと面倒くさいことになることがあるので、まあ、防犯登録はしておいた方がいいかなと思いますね。なので2つ目は自分で防犯登録を必要があります。3つ目なんですけれども、さっきちょっとちらっと言ったんですけど、送料がかかる場合があります。もちろん送料無料のサイトだったら別なんですけれども、送料がかかると結構お値段いっちゃいます。まあ僕は結構営業所止めとかで自分で取りに対して送料安くしてるんですけど、それでもまあ 4,000円とかかかったりとか、場合によっては、まあ、3,000円とかで済めばまだいい方なんですけど、1万円ぐらいかかってしまうことも場合によってはあるので、結局せっかく本体を安く買ったのに送料が1万円かかっちゃったら、結局本体価格を超えてしまうっていう可能性があります。なので送料のところはしっかり見ておきましょう。はい、次4つ目、これが一番正直リスクかもしれないんですけれども、通信販売で買った自転車を例えばその点検をしてもらったりとか、メンテナンスをしてほしいっていうことが必ずあると思うんですけど、それを自転車さんに持っていくと場合によってはどこも引き受けてくれない可能性があります。まあ、これも自転車にもよるんですけれども、自転車って基本的に自転車を売ることでその利益を得てるので、他のお店で買った自転車とか通信販売で買った自転車を見てくれる自転車屋さんって結構少ないんですよ。まあ、自転車屋さんによっては、まあ、どこの自転車でもいいですよって言ってくれてる自転車屋さんもあるんですけれども、それが自分の近所の自転車屋さんが果たしてどうかっていうのは正直わからないじゃないですか。なので結果的に自分でやる羽目になるっていう一番、まあ、ダメなパターンですよね。で一番最悪のケースがありまして、その例えば楽天とかで売ってるその日本の例えばヤマハさんとかそのパナソニックさんとか、そういうちゃんとしたメーカーのその電動アシストだったらいいんですけれども、なんかよくわかんないメーカーのなんかどこのメーカーが書いてないけどとりあえず電動アシストみたいな自転車あるじゃないですか。ああいう自転車って結構他のお店に持ってくとそもそも見てもらえることすらされなかったりするんですよ。その電動アシスト自転車ってやっぱりなんか結構独自の設計がされたりすると、そのちゃんとしたメーカーのその号機番号を書いてある自転車だったら見てくれるんですけども、多分何にも書いてない自転車だとそもそもはその修理すらしてもらえないことがあって、泣き寝入りするパターンがありまして、これが一番リスクかなって思いますね。だからまあ普通の、まあ、自転車だったらまだいいんですけども、その e バイクとか電動アシスト自転車を買う人はちょっとそこら辺は注意した方がいいかなって思いますね。結構通販で見てると結構電動アシストでもすごいかっこいいやつとかおしゃれなやつとかあると思うんですけども、それ買うともしかしたら日本の自転車屋さんではどこも見てくれない可能性があるので、これは非常に注意した方がいいです。本当に最悪の場合そのままゴミになってしまう可能性があるので、それが一番リスクかなと思いますね。あともう一つあるとすれば、あれですね、通信販売あるあるなんですけど、まあ詐欺サイトはあります。はいこれももちろんサイトにもよるんですけど、あまりにも安い価格がついてるところって結構詐欺だったりするので、そこは注意してください。
まあこれは通信販売全般に言える話なんですけどね。だから今挙げたデメリットの中でやっぱ一番きついのはやっぱりそのメンテナンスとか修理とか点検をその自転車屋さんに持ってっても見てもらえない可能性があるっていうのが一番大きいかなって思いますね。だから自分でなんだろうできればいいんですけれども、サイクルの前積んじゃいますからね、はい、だから値段は安いし、そのいろんな種類も選べるし、その取りに行く手間が省けるので、まあ、時間短縮にもなるんですけれども、やっぱり通信販売ってやっぱりそういうなんだろう自分で組み立てなきゃいけなかったり、その防犯登録も自分でやらなきゃいけない可能性がある、まあ、これはお店によるんですけども、であとメンテナンスとか点検とかを自転車屋さんに持って行っても見てくれない可能性があるっていう、この辺に関しては注意してください。逆に自分でできればいいっていう人もいるんですけれども、正直おすすめはしないかな。僕も結構通信販売でよく自転車を買いますけれども、一応僕はこう見て自転車屋さんで働いてるので、一応自分で組み立てとかメンテナンスとかはできるんですよ。最初は独学だったんですけれども、そこからちゃんと自転車屋さんでその勉強させてもらって、まあ、まだ資格とかは持ってないんですけど、ちゃんと自分で見ることができるので、まあ、なんかあったら正直自分でパーツの手配とかもできるので、そういう人だったらまあできるんですけど、正直僕でもそういう海外の電動のよくわかんないやつは正直手は出さないかなと思いますね。まあおしゃれでかっこいいやつ結構あるんですけどね。でもあれは本当にもう修理できない可能性があるので、もし壊れてしまった場合はそこは注意していただければと思います。じゃあ逆に店舗で買うメリットって何なのっていう思った方もいると思うんですよ。その通信販売で買うとやっぱりそういうリスクがあるじゃないですか。じゃあ僕怖いからやっぱ通信じゃなくてそのお店で買いたいよと思うんだけど、お店で買う場合やっぱり普通の通信販売の値段が高かったり、その、まあ、時間もかかったりってするじゃないですか。じゃあお店で買うメリットは何なのって言われたら、まあその通信販売の逆ですね。ほぼ全てが値段が通販よりもちょっと高いっていうのと、その自転車を買うまで時間かかるっていうの以外は全てお店がいいと思います、はい、要するにお金まあ多少高いけど、そのしっかり自転車を見てもらえるし、で買うのに時間かかるけど、その後定期的にその点検に行ったりとかもしてもらえるし、メンテナンスもやってもらえるし、防犯登録もお店の人がやってくれるし、結局全部丸投げできるんで、結果的にはその方が手間は減るから、その行き帰りの時間なんて考えたら多分後々自分でどうにかならなきゃいけないその労力を考えたら、まあ自転車をお店で買った方がいいかなとは思いますね。だからそうですね、その基本的にまあちょっとまとめに 入ってしまいますと、その自転車を初めて買う人とか、その自転車そんなに詳しくないいわゆる普通の方、自転車が例えば好きだったとしても、まあ、自分で自転車をいじったり修理したりできる人ってそんなにいないじゃないですか。そういう人だったらやってもいいんですけど、まあそういうことがない普通の人間だったら、まあお店で買った方がいいかなっていう感じですね。で逆にじゃあ通信販売は何のためにあるかって言いますと、そのリスク、そのメンテナンスをしてもらえない可能性とか、定期点検をしてもらえない可能性だったりとか、防犯登録もできない可能性をひっくるめて全て全部受け止めて自分で何とかできる人じゃないと通信販売をおすすめしないかなって思いますね。ただもちろんこれは通信販売するお店にもよるんですよ。例えばそのサイクルベース朝日のネットワーキング店とかサイマとか、あそこら辺は結構通信販売ですけど、その通信販売のネガの部分を結構克服してるところなんですよ。その点検とかもお店に持っていけばやってくれるし、その修理とかも朝日で買った自転車って証明がちゃんと通信販売でもあるのでやってくれたりとかするので、そういうアフターサービスがしっかりしてるところの通信販売だったら全然おすすめはできますね。だからその楽天とかそのアマゾンとかでそのどこのお店が売ってるのか結構分かんないやつとか、その遠くから運ばれてくるやつとかはそういうデメリットがあるので、そこら辺は検討していただければいいんじゃないかなって思いますね。ざっくり言うと、その僕みたいにその自転車屋さんで働いてて自転車自分でいじるって人はその通信販売に手出しちゃってもいいと思うんですよ。そのちょっと好奇心で買ってみたりとかするのありだと思うんですけども、まあ普通の人にはおすすめしないですね。はい、そんな感じですかね。というわけで通信販売で自転車を買うときはくれぐれもそのリスクを考えて購入していただければいいんじゃないかなって思いますね。はい、そんな感じでこの動画参考になったよって思ったらぜひグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画
楽しみ。じゃあねー。